どうもこんにちは風です今回は私森で小屋暮らしをしてるんですけど私自身の実際の小屋暮らしの生活費を計算してみましたその結果僕の1か月の生活費45,163円でしたいや結構安いですよねもうちょっとね僕お金かかってるのかなって思ったんですけど実際に僕が生活してる費用は45,163円でした で今回はこちらの生活費の内訳をご紹介したいと思いますではこちらが2022年そして2023年の内訳になりますえ順番に見ていきますそしてまず今回のこの生活費って部分なんですけどいろんなものを書いてはいるんですけどこれ全部を使った全てのお金ではございませんあくまでも生活費ということで税関係とか お仕事で使った経費に当たるようなものは除外しておりますので純粋に僕が1ヶ月生きるための金額ということで算出させていただいておりますえまず食費なんですけれども食料品嗜好品外食全てを含めた金額をここに書きました。 2022年から順番に見ていくと2万8000、1万4000、2万6000、2万5000という形でたまに、ね、大きい金額の時もあるんですけど基本的には3万前後が多いのかなと思います極端に安い月もあるんですけどこれは動画のネタで1ヶ月1万円生活をしたことがあるんですけど、まあ、その時の金額ですねあくまでも買ったのは1万6922円ですけどその1ヶ月で食べた金額は1万円分ということです その結果、1年間で使った僕の食費の代金合計は37万5631円です。これ、外食とかおやつとか全部含めて37万5631円なのでどうですかね、皆さんは毎月どのくらいのお金使ってますでしょうか、えー、平均に直すと毎月3万1303円ということです、まあ、外食とおやつもね結構行ったり行かなかったりするんですけど、そういうのも含めてますので、もうちょっと削れるかなという僕的な印象です。でもね個人的に 案外少ないないいと思いましたねこんなもんで1ヶ月生活できるんですね次に日用雑貨ですねこちらはトイレットペーパーとかティッシュペーパー洗剤とかスポンジとかそういった日々ね使って消耗するようなものを載せております1万300060001万70005000という感じでね高い時もあれば安い時もあるただこの中にはこの小屋に住み始めて建築する時に使う釜とかそういったものね含まれてるかもしれませんのでちょっと最初の 1>, 1年は高くななったかなと思います1年間で13万7771円1ヶ月平均1万1481円ということになりましたでお次は住まいなんですけどこちらは建築費と家電と家具なんですけどほぼ95%建築費に当たりますえ僕家電とか家具っていうのはもらってきたりしたものがほとんどなのであまり買ってないんですねなのでほぼ建築費だと思ってください最初の12ヶ月はすごい高いですよね19万 やっぱ建築費の材料だがすごく変わります。 こちらも7万6000そして3万6000円、こちらも電気関係ですね。で、その次はね、一通り終わったということで0円。で、その次大きいのがありますけど、これはソーラーパネル代金になりますね。そして11万、5万、8万、16万、3万、3万、5万と、まあ、ちょこ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 満単位の金額があるのは、僕の場合、家をどんどん拡張していったので、メインで生活する家の代金はほぼ最初の3ヶ月で終わってますが、その後もいろいろソーラーパネル、リビングの拡張、作業部屋の拡張という感じで。 増やしてますのでその都度お金がかかっていいるととうことですね、えー、その結果、1年間で、ね、134万9709円、1ヶ月平均11万2476円という金額ですね。まあ、単純に普通の人だったら、これはね、かからない金額になりますので、ちょっと高いんじゃないかなって思った方も多いかもしれません。お次は電気ですが、小屋の電気を契約し始めたのは、この2022年の10月からと。 なっておりますのでこの日からの計算になります393円1341円4672円ということで冬になると電気代がかかりますただソーラーパネルを敷いているので夏の間に関しては電気代があまりかからないそんな状態でしたそして次ガソリン代ですが僕は日々の移動は車を使って移動しておりますのでガソリン代がそこそこかかります燃費に関しても1リッター10キロくらいしか走らない軽バンに乗っておりますのであんまり燃費良くないんですけど日々ね常にどっか 通勤するわけではないので、まあ、このくらいの金額です。四千三百八千七百九千九千二万二千千一万四千四千一万四千四千七千ということで、合計十万円。平均だと八千五百円という金額でしたね。まあ、通勤とかされている方に関しては、まあ、このくらいあってもおかしくないかと思いますが、ドンと伸びている。金額に関しては、オフ会と、まあ、デートがあったので、ちょっと高くなっているという形ですね。 それで4000の時ときと9000くらいのときが、はっきり分かれてるときがあるんですけど、これはどこにも行かなければ4000くらい、東京に1回でも行けば、プラス3000か4000アップするという形です。僕、東京に姉がいるんですけど、たまに東京遊びに行ったりします。その都度ガソリン代がね、プラス4000くらいはね、やっぱかかっちゃうんですよね、燃費が悪いのでね。まあでも4000で往復、東京行って、車で遊んでこれるので、まあ結構お買い得かなと。 個人的には思ってます車で行けばね車中泊するので宿泊費とかかからないので、まあ、電車とかで行くよりも実際は安かったりします次はネット関係ですけど僕契約してるのは楽天光マイネオのマイ速、そしてアマプラ、まあ、これが ネット関係でで契約してる内容ですねで実際は楽天モバイルも契約してるんですけどそれは仕事上生放送するのでそのために契約してるので今回は含めておりません。ということでネット関係は6678円年間8万円の金額となってます。さあここで合計の金額を出してみますと2022年僕が使ったお金全部で205万2781円でした。 どううでしょうか建築費も合わせて205万これは案外安いんじゃないですかね。普通の人だったらアパートに住んでも同じくらい金額は使いますよね。1ヶ月だと17万円使ってるという形です。手取り20万だとあんまり貯金ができないなという感じですけど、これ実際ね。 ずっとこれが毎年続くわけではございません何度も言いますが建築費を含めておりますのでこれは最長だけということで来年からは安くなるはずつまり建築費を除いた金額は70万3 0 7 0円月に直すと5万8589円で生活できたというわけですねどうでしょうかもちろんこれ税関係は含めてないのでこれにプラス税金入りますけど税を含めても月々10万切る金額で生活できてるんじゃないかなって思いました では次、実際にじゃあ小屋を作り終えた2023年はいくらになっているのかチェックしていきましょうまず食費ですけど2万4000円、1万9000円、3万2万5000円、1万1万、1万2万あれ、ちょっと下がってるなと個人的な印象なんですけど実際ね2023年から僕おやつを食べる量結構減らしてるんですね。あと外食に行く頻度も ガクッと下げてます、まあ、2022年は、まあ、スパチャをもらったからねサイゼリアに行こうとかラーメンでスパチャを全部使っちゃおうみたいなそんなノリで行ってた時もあるんですけど、まあ、2023年はうんそれもちょっともったいないからやめようということでね <laughs> やっぱりね外食に行くと1回2000円とか下手すると3000円かかっちゃうのでもったいないですよね、まあ、その分を削った結果このような金額になりました19万5985円まだ 年の途中なので3ヶ月分は入ってませんが月に直すと月平均は2万1776円これ食費おやつ代外食全部含めての金額ですさあ2022年度比べるとなんと3万1000から2万1000をほぼ1万ですね1万円分付きの食費代下げることができました1万円も下げてね苦痛じゃないのかと過去の自分に問うても別にね苦痛ではなかったかなと思いますねまでやればできると いう僕のの中でで自信がつきました次は日用雑貨ですねこちらに関しても1年目と比べると買うものも減ってきたような個人的なイメージですけど実際どうでしょう1万70001万400020001万70001万2000なんかでも少ないですよね去年と比べて平均に直すと8842円ですねおおちょっと下がってる1万1000から8800に平均の使用金額は3000円ほど下がってますねやはりこれもティッシュとか洗剤とかはね定期的に減るので変わらないですけれど 農業で使う鎌とかスコップとかクワとかっていうのは、まあ、ここも混ざってたりしたりする,するので、まあ、そういったものはあとケースとかですかね買わなくていいですからその分が減ったのかなという感じがしますで次が気になる住まいですよねこれがガクッと下がってるイメージがあるんですけどどうでしょうか4万1万23万高っ 1>, 1万7000、3万2000、7ロ0、9万3000千、4000千ということで月平均5万6000です。去年と比べると11万なので、まあ、確かに半分くらいには下がってるんですけどとはいえなんかでかいのがあったりちょこちょこでも満タイでお金が。 減ってるなという感じです。まあ、小屋出来上がってるのにこれ修繕費ですか？と思われ方いるかもしれませんが、実際修繕費ではなく、まあ結局はなんか色々作っている <laughs> ということなんですよね？まあ、これは趣味代金と考えてもいいかもしれないんですけど。今年に関しては？ 物置の単管の倉庫そしてタイニーハウスさらにキッチンの拡張とかもしてますので結局金属とか木材とかあと屋根材とかを、まあ、ちょこちょこ買ってるんですねでこの23万に関してもちっちゃい小屋タイニーハウスを作っていますのでドンとお金が出たと。 いうわけですまあ、その分が加算されてますので、まあ来年こそはここがねかなり少なくなるんじゃないかと思いつつ、もしかしたらねまた何か作り始めてお金がかかっちゃうかもしれません。さあ次に電気代ですが、これ、いよいよねもう月の初めからソーラーパネル全力稼働してるはずですが、5070円の金額かかってますね。やっぱ冬場はなかなか発電しないということで、多少は発電するんだけど、スズメの涙。 ということで5070円ただ徐々に下がってきますよなるとここはゼロ円になってきます5300円、2000円、1300、400ここすごいね459円、45 9, 0円、2335円ということですやっぱりね夏になればなるほど天気が良い日が続きますので発電してくれるんですね、えー、9月に関してはどんと上がっている理由はちょっとねインバーターまあ電気配電の部分とかバッテリーの部分がちょっとねあの 調調子がが悪く調整するタイミングが遅れてしまったのでそのででそ分電気を買っってしまったとということです今は、ね、結構安くなってるんですけど、ちょっと高い時期がありました、まあ。ソーラーパネルっていうのは、そういったちょっとした不具合があったりするんですけど、基本的にはこういった天気はいい日が続けば安い金額が続くので、長い目で見れば、僕の場合は5年から6年くらい使い続ければ、ソーラーパネル代は全額回収できるという計算になってますので、えー、買ってよかったなと思いました。 えー、月に直すと1738円ですね、電気代。まあ、結構安い方なんじゃないですかね。一応が、あの僕、出勤とかしないでずっと家にいて、ソーラーも常に稼働させてて、寝てる時も夏場は、ね、クーラーつけっぱなので、それを考えると1738円、安い方なんじゃないですかね。で次はガソリン代ですけど、6000、5000、9000、4000、4000、3000、4000、8000、7000ということで、これもちょっと下がったのかな去年と比べると8500円から6100円ということで、2 0 0 0円。 くくらい安くなってますよね、まあ、東京に行く回数を減らしたのもあるかもしれませんけど、まあ、ちょっと去年はねデートがあったんですけど、今年はなんとデートがないということで、そういった費用もないと。嬉しいのか悲しいのか、わからないという状態ですね。ネット関係に関しては変わらず、何か契約したとかっていうのもありませんので、同じ金額で6678円ということになりました。では、この合計値じゃん 91万4829円が全部使った僕の1年間の生活費、建築代込みですね、建築代込みで10万、結構安いね、建築代込みで10万っていうのは結構安いね、普通のアパートに住んでる人で考えれば、家賃込みで10万円で生活してますよということなんで、やっぱ安いですよね、さらに建築費を除いた場合、来年こそはこの金額になるんじゃないかという目標値ですけど、40万6460円、安い <laughs>。 これに税とか合わせても60万切るんじゃないですかね、もしかしたら月平均にすると4万5163円、安いね、思ったより安いと個人的に思いました。やっぱりね まあ普通の一軒家とかに住んでも同じだと思うんですけど最初っていうのはねいろいろ家電揃えたり家具揃えたり何をするにもお金がかかっちゃうんですけども建てば建つほどもう物がね増えてきますので買う必要がねどんどんなくなりますのでね出費は低くなると思うのでまあこの2年目っていうのはまあ割とね最初の年と比べるとガクッと下がったわけでございますまあ来年になるとさらにね不要なものは減って建築費ももちろん減りますのでまあこの4万5000くらいにねどんどん 出費が近づくんじゃないかなと思いますということで今回は小屋暮らし1ヶ月の生活費をまとめてみたところ僕はね生活費だけで計算すると45,163円で生活していることが分かりました、まあ、これにもちろん年金とか所得税とか住民税とか 健康保険とかいろいろ加味されるので、まあ、それ含めたらもうちょっと上がるんですけど単純な生活をする金額に関しては45,163円ということです結構ね僕的にはきつくないレベルで節約をしているのでこれ以上さらに切り詰めると結構きついかなとはなるんですけどまあこのくらいだったら まあ全然維持でできるかなといいう感じでございます、まあ、今後もねこのくらいの生活費で暮らしていこうかなと思いますのでよかったらこういった生活を発信してますのでチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。